ブイルク艦は12世紀末から13世紀初頭にかけて活躍した内満部族のグジ愚獣と内満族を率いてチンギス艦率いるモンゴル部と対立したが、最終的にチンギス艦に敗れて殺された。モンゴル騎士などの漢文資料では、フマタ、ロクロカン、シューシなどのペルシア語資料では、と記される。ジャガを行うブイルク艦とクドカべきブイルク艦は、 内満部族長イナンチュ、ビルゲブ区間の息子として生まれ、兄弟にはタイ部カがいた。修士、内満部族氏によると、ブイル区間という名は、クチュル区間と同様に、内満部君主が代々名乗ってきた称号で、命令を与えるものの意であったという。ただし、イナンチュの息子、ブイル区間の本名については、記録に残されていない。修士、内萬部族氏によると、 ウイルク間が、タヤン間の天幕の近くを通った時、挨拶もせず、立ち去った一件をきっかけに、兄弟の仲は悪化し、イナンチュは、愚中と内満族を、タヤン間は、アクサド内満族を、それぞれ率いて、内満ウルスを、分割支配したという。ウイルク間の遊牧地について、口述する恋ンの戦い後に、アルタイの南のウルグダクを目指して離れ、逃れていったと記されており、 アルタイ山脈南部にあったとみられる。モンゴル高原東方で、モンゴル部のテムジンと、ケレート部のトーリルの同盟勢力が勢力を拡大して脅威になりつつあっても、両者は決して共同しようとせず、むしろ他部族の力を借りて対抗しようとした。1202年秋、ブイルク艦は、成長著しいモンゴルケレート同盟に対抗するため、メルキト部のトクトアベキ、ドルベン部のカジュンベキ、 タタル部のジャリン部カ、イキレス部のドゲマカ、コンギラトブのデルゲク、エメル、コルラス部のチョナクオイラトブのクトカビキ、タイチュートブのタルグタイキリルトクラと同盟を組み、コイテンの地にて、モンゴルウケレート同盟軍と激突した。この戦いでは、タイチュートブのアウチバートルとメルキトブのクドゥ、そして、ブイルク率いるナイマン軍が戦方として、モンゴルウケレート同盟軍と衝突したが、天候が、 モンゴルウケレート同盟軍に味方し、悪天候の中心軍できなかった内蛮軍らは改装してしまった。なお、モンゴル騎士はこの時内蛮の V ル区間とオイラとのクドカベキがジャダで、モンゴルウケレート軍を阻もうとしたが失敗して自軍に風雨を起こしてしまい、天神のご加護を得られなかったぞと叫んで退却したという伝承を記録している。同年、 モンゴルユケレート同盟軍は、ブイルク艦を追撃して、アルタイ山脈を越え、ウルングー川流域のキジルバシコに至った。この時、ブイルク艦配下のイエディトブルクというノヤンが百騎機を率いて、同盟軍の追撃を阻み、山の上にまで逃れたが、馬の腹帯を切られたために落馬して、捕虜となったという逸話が伝えられている。ただし、この逸話は資料によって年代がまちまちで、モンゴル筆は、 犬年のこととするが、他の資料で別の年代のこととしている。コイテンの戦いの敗戦後、V ルクは積極的にモンゴルウケレート同盟とことを構えなくなり、逆にタヤンカン率いる内マン本部がタブ族と連合してモンゴルウケレート同盟軍と管轄を交えるようになった。1204年、同盟者であったケレート病も征服、併合します,ますます兄弟となったモンゴル部に対し、 残ったモンゴル高原西法の諸部族は同盟を組み対抗したが敗れ、タイアンカ艦の息子、クチュルクや徳トとトアベキの息子クドはブイルクンの下に逃れた。1206年、モンゴル帝国を建国したチンギスンはついにブイルクンの下に出兵し、ウルグタグの祖国水で狩猟中のブイルクンは捕らえられ、殺された。ここにおいて、モンゴル高原におけるナイマンウルズは、 完全に滅亡したが、V ルク間の下に身を寄せていたおいのクチュルクは、クドゥラと共に、さらに西方のイルティシュ側下半に逃れ、後にクチュルクは清涼を乗っ取って内蛮を復興させている。ありがとうございます。